1コーナー命をかけるか、取れるか、命をかけて守るか、ライアン、ライアン、ライアンが守りました。まずは守ったというと非常にリスクを背負ってかわすということになりませんね。いや今ボールが出ませんでしたからね、ボールラインは1コーナーの手前ですから前に出れる可能性が今度逆に少なくなりましたね。第3コーナーです。そしてウィンフィールドセクション第1ヘアピンに迫ってくる。ライアンが粘るのか、うわここで来るか、仕掛けるか、仕掛けた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 、ゴール！ライアンクラッシュ、完全接触ですね。第1ヘアピンクラッシュ、あと半ラップ、サイドバイサイドからお互いにタイヤスモーク、残ったのはカーナンバー19番ブノア・トレルイエ。ものすごい激闘でした。そして勝ち残ったのはカーナンバー19番今シーズンが勝利。あーマシンがパーツが壊れましたが、なんと今シーズン激闘を制したのはカーナンバー19番このブノア・トレルイエ、今シーズン初優勝です。ファイナルラップ第一ヘアピン、両者ブレーキロック、ライアンの左リアとブノアの右フロントが接触、ライアン1回転。